吉田さんまあねお正月セールみんな並んでますけどもねあのいくらいくらいですよっていう風な価格をバチンと打ち出して人を集客するまあそれがビジネスの、まあ、基礎であり本質かなと思うんですけども私の場合はそれに倣ってね借金をする場合とまあもう借金することはないんですけども過去に借金を個人からした場合とネットワークビジネスの勧誘、まあ、をする場合ねこの2つに分けてお話ししようと思いますけどまず借金をする場合は。 あ Facebook の,のメッセンジャー当時使ってたんですけどもあの「ちょっとお金を借りたいんで会えませんか?」っていうふうにもう目的を言いますねでお金を借りるっても5万10万の話じゃないんでそれなりの金額だと思って来てくださいっていうふうにお話ししますでその場所に来てくれたってことはまあ30万50万100万ぐらいのお金を貸すつもりで来たっていうことだと認識するんで一発目に「あ来てくれてありがとうね」まあ お金を借りたいって話をするんで、前置きなしに言うけども、30万でも50万でもいいんでね、貸してもらえないか。持ってたら50万とか100万でもいいんだ、みたいなね、話を卒業にしますよね。まあ、それ以外の話は無駄なんで。で、そういうふうにお話しするんですけども、まあ、5年って来たらね、じゃあなんで来たのって話しますよね。いや、金を借りたいって目的と、5万、10万みたいな金額じゃないってこと言ってね、なんで来たのって来たってことは、それなりのでかい金額を貸すつもできたんでしょうじゃなかったら、時間の無駄だから帰ろうよ。 みたいなこと言って、ね、ちょっと半分こっちの方がねもう高みに立って言うわけですよねまあけどどういう事情か聞きたいっていうね好奇心と聞いた以上はじゃあ聞いといて貸さないはないよみたいな話もしてねそそぼり埋めるわけですよねちょっとなんかこうヤクザみたいな論法ですけども <laughs> でもそっちの方が私はね誠実なんじゃないかなと思ってるんですよ目的も言わずに会ってみたら金を貸してくれでまあでもさ5万とかないん10万とかないどうなん5万うん10万ないのみたいなね ちょっとこうなると関係悪くなるんで、最初から目的を言ってね、筋を通すことかなと思いました。ちなみに全額折り陰で返しましたけどね。折り陰って何かって言うと、貸した金額と同じだけ利息をつけて返したってことなんですけどね。そしてですね、ネットワークビジネスの話なんですけども、これも同じですよ。あの、ネットワークビジネスのなんか話聞いて、俺サインしようと思うんだけどさ、どう興味ないみたいな。ちょっと話したいんで合わないみたいなこと言いますよね。 それで来たってことは、とりあえずネットワークビジネスの話を聞いてサインするつもりがあるってことだと思いますんで、お会いした時点で、まあ、何件か取れるな、みたいな形で思いますね。うん。もうそんなもんじゃないですかね。で、セミナーも同じで参加した以上は商品買うつもりで来てると思うんで、なんかセミナーとかね、あのオンライン販売会とかっていうのをズームでやるときに、来たってことは買うんだろうな、と思うところから始めるんですよ。うん、もちろんあの、来ていただいてありがとうっていうこととかね、丁寧に。 解説しししていいいいらなな人ににははよううと思いますけどねだからなんか目的を明確にすると明確な目的に対して興味を持った人が集まるこれがまあ一番いいんじゃないかなと思うんですよだからなんかね目的を曖昧にして100人200人来たところであのやっぱこう不意打ち感があるんでねでそういうのっての尾を引いたりとか警戒されるのかなと思うんですよ当然リピートにもなんないんで何でもかんでもこういう目的で何をするっていうのを。 言ったらいいのかなとお正月セールもね結局「正月だから売るよ」って福袋当然あるよみたいな <laughs> そんなスタンスだと思うんですよ。あのクリスマスにパン屋さんが「ケーキ絶対ありますよ」みたいな感じでねもうすでに広告とかチラシとかなくったってあるのを前提でお客さん来るんじゃないかなと思いますけどねまあそういうふうに、うん、なんかこうやるのがあの人は当たり前だよねってセールスどうせ来るだろうなっていうふうに思われたらまあメケモンかなというところですよね。だかからメルマガの登録とか チャンネル登録ね YouTube にするってことはセールスを受けるつもりがあるってことなのかなと思って数年前あのサムネイルにね「高額塾の販売がありますよ」みたいなやつで、まあ、数千回の再生数とねあの売り上げがこうドカンと出たっていうのがありましたけどもあれはまだ結構暑い時期だったですねいろんな時期が重なってとってもいいタイミングだったと思います。 まあ今はそんなことできないですけどねやっぱりね今はそんなことできないけどセールスそのものをやってないというところでたまには売っていこうかなというところでございますまああの今のところそこそこ売れてるんで焦ることはないかなと思いますけどねはいじゃあいってらっしゃい